こんにちは。今日はですね、アルトロライトジャケットの ML、XL サイズ、こちら3種類のサイズをですね、比べていきたいと思います。僕の動画見ていただいたらわかるんですけれども、去年も一昨年もサイズ感動画やってるんですよ。で、去年に関しては S サイズも入れてたんですけれども、ちょっと体の方がちょっと大きくなってしまって、S はもうさすがに僕の体じゃ入んないんで、もう売ってしまったんですけれども、まあ、僕172センチの75キロなんですよ、今。の、ちょっと、まあ、がっちりめの体型の人がですね、まあ、この3種類のサイズ着たらどんなような感じになるのかっていうのをですね、着て紹介していきたいと思います。で、まあ簡単にね、ちょっとバルトの方を説明していくんですけれども、バルトライトジャケット一番の特徴ですね。この黒と、カラーのツートンになっているところがね、一番大きい特徴というか、まあブランドを代表するなんかイメージのデザインって感じがするんですけれども、まあこのツートンの、カラーリングってところが非常にね、特徴的かなと思います。で、あとはですね、まあ見た目で言うと、まあ止水ジップがついて、まあツートンになってたらもうバルトロかなって感じがします。で、あと背中の右肩の裏の部分にもね、マークとかついてるんで、もう後ろから見てもバルトロってわかるような、ほんとブランドを象徴するようなデザインかなと思います。で、素材感に関してもね、マウンテンダウンジャケットとかに比べたらね、素材感も軽いんで、まあ、街着、タウンユースで着てもね、かなり着心地がいいっていうところでね、人気あるっていうところだと思うんですけれども、まあ、かなりね、もうここ数年ずっと人気のある、もう定番ジャケットなんじゃないかなと思います。まあ、ただね、結構気軽に買えなかったり、お店に行っても在庫がないってことがほとんどなんですよ。まあ、そういったところでね、試着とかもできないと思うんで、まあ、そういう時のためにですね、3種類あるんで、動画の方を見ていただけたらなと思います。で、僕がですね、まずその最初にバルトロに出会ったのが多分2015年ですね。発売多分2012年だと思うんですよ。買ったのが確か15年か14年ぐらいですね。このなんかね、字体っていうんですか、ウィンドストッパーとか、ここはウィンドストッパー、ここはインフィニアムって書いてるんですけれども、あそこの書いてる字によって年代とか大まかに分類されると思うんですけれども、そこは多分ウィンドストッパーの時に最初初期ですね。その初期の頃に買ってるんですけれども、それがこの M サイズの赤ですね。で、その後に、なんだ、ベージュみたいのと、迷彩、ブラック。ブラックは去年ですね。で、これがその1年前になってます。まあ、デザイン自体はね、変わってないんですけれども、多分そのサイズ感かな？多分、最初の頃僕が買った時、結構ジャストで着るのが多分主流だったと思うんで、M、L、XL みたいな感じになってます。まあ、ただね、サイズ感を変えれば本当に長く着れる商品だと思うんで、6万ちょっと、今年ちょっと定価上がって高いんですけれども、非常にね、長期的に見たらお買い得な商品なんじゃないかなと思います。で、バルトロね、多分みんな買うとき気になるところって、おそらく、まあ、価格もそうですね。あと、サイズ感が結構大きいかなと思います。まあ、一番はね、サイズ感かなってところなんですけれども、実際着れないんですよね。お店にないんで、なかなか着ることができないんで、まあ、数字上ってのは多分ネットで見たら身幅、着丈、肩幅ってわかるんですけど、なんかこう、わかんないっすよね、それって、感覚的に。多分いろんなメーカーとか、ノースフェイスの中でも、このモデルは M、このモデルは XL とかってあると思うんで、それで結構6万円以上の服って買うのね、怖いなと思うんですよ。まあそういうことも踏まえてね、今回この3サイズ、着比べてみてですね、まあ参考になればなっていうところです。実際その、バルトロサイズがタイトなんですよ。M とかだったら結構僕ぐらいの身長体重だったら、結構パツパツになるんですよね。多分、スウェットとか着れないですね。L でね、ほんとジャストって感じです、本当に。ただ今っぽく着るんであれば XL かなって感じなので、まあそういったところのサイズ感ってところで非常に難しい商品なんで、今回若干の参考にでもね、なればなと思っております。まあマウンテンダウンジャケットとか、あと、なんだろう、マウンテンライトジャケットとか着てる方のサイズ感でいくと、ちょっとワンサイズ小さいのかもしれないです。着丈がバルトロ多分短いと思うんで、意外にでっかく見えないですね。腕とかも意外に細いんで、その辺の服に慣れてるんであれば、ワンサイズ、バルトロだったら上げてもいいんではないかなと、個人的には思います。まあ、買うにね、当たっての注意点って、本当にサイズ感だと思います。いつも通りのノースのその、マウンテンライトジャケットとか、マウンテンパーカー系のサイズ感でいくと、結構小さいんで、多分アンタークティカバーサロフトジャケットとか、あとなんだろう、デナリジャケット、フリースのやつとか、あの辺多分内側に着ること想定されてるんだと思うんですけど、サイズ感ってタイトめだと思うんですよね。そんな感覚で考えてもらえれば、ちょっとね、バルトロ試着したことなくても参考になるんじゃないかなと思います。自分もですね、マウンテンライトジャケットとかマウンテンダウンとかだったら、M でもいけちゃうんですよ。まあ、よく言えばね、L がいいんですけど、まあ、M でもいけちゃったりするんですけど、逆に、バルトロであったり、アンタークティカバーサロフトジャケット、モコモコのフードのやつですね。あと、デナリジャケット、デナリフーディーとかは、XL じゃないとちょっと厳
しいかなって感じです。 L サイズだったらちょっとね、一番上のアウターとして着るのは小さいんで、まあちょっとモデルによってねサイズ変わってしまうんですけれども、まあそんな感じの雰囲気で考えていただけたら分かりやすいかなと思います。全くね、もう一個も持ってないよとか、これから初めて買うんだよねって方はですね、動画の方見ていただいて、サイズ感参考にしていただけたらなと思います。詳しい性能とかはね、まあ、そんなに言うことはないかなと思います。まあ、高電子ダウン使って、まあ、あったかいよっていうところと、止水ジップになってるんでね、まあ、水とかも入ってきませんし、まあ、ゴアインフィニアム、古いモデルだったらゴアウィンドストッパー使ってるんで、まあ、防風性とかもね、まあ、しっかりしてるよと。もうその辺歩く分にはもう一般人なら十分だよっていうところの商品になるので、まあまあ、定価が上がったとはいえ、6万ちょっと、非常にね、コスパいいダウンじゃないかなと思います。まあ、早速ですね、サイズ感の方ですね、紹介していきたいと思います。サイズの方、とりあえず見ていきましょう。まずはですね、シュプリームの T シャツが L サイズで、ナイキのテックフリースのパンツが L サイズになっています。まずバルトロ M サイズ着てみました。一番初期型のバルトロになるんですが、袖丈もちょうどいいかなって感じです。身幅がね、若干小さいかなって感じしますが、まあ、出た当時はこれぐらいのサイズ感がね、ちょうどいいかなと思ってこちら着ていました。まあ、今見るとね、ちょっと小さいかなって感じがします。まあ、本当にね、ジャストって感じですよね。中に着たらちょっと難しいかなって感じはしますけれども、まあ、見た目で言うとね、ちょっときついかなといった印象です。で次に L サイズ着てみました。で、こちら袖丈がね、ちょっと長くなったような感じなんですが、まあ、身幅とかね、着丈に関してはあまり変わっていないような感じがします。ちょっと一サイズぐらいだとね、わかりづらいんですが、着てみると M と L かなり違うなって感じがします。僕ぐらいの身長体重だったら L サイズでジャストかなといった感じです。まだね、見た目もなんかほんとジャストって感じですね。人によってはちょっと小さいなって感じるかもしれません。次が XL ですね。まあ、こちらがちょっと今の気分かなって感じもしますが、袖がちょっと長くなっています。手首がかかってるような感じになってるんですが、まあ、こちら身幅も自然な感じになってると思います。これぐらいのサイズ感の方がね、見てて窮屈さとかね、まあ、ジャストだなって感じはしないので、まあまあ今の気分って感じになってます。ML、XL 比べてみると、やはり XL がいいのかなと思います。自分ぐらいの体重身長だったら、まあ、XL がおすすめなのかなと思います。一応ですね、各サイズ見ていただいたんですけれども、どうでしょうか。 M、L、XL 同じものでも結構ねサイズ感によって表情変わるんじゃないかなと思います。まあ、ただね、僕個人的な意見としては、最近のこの雰囲気というかね、服の感じでいくと XL とかの方がいいのかなと思います。で、今期からで XXL も出てるんで、よりあの背の高い方とか、まあ体ががっしりしてる方にもね対応できると思うんで、まあ、結構バルトロってサイズ感タイトなんですよ。で、そのタイトなねところがその XXL っていうサイズが出たことによって、まあ、それだったら買いたいなって思う方もいるんで、まあ、さらに挑戦しやすくなったのかなと思います。僕もちょっと太いパンツ履いてた時あったんで、スケーターっぽい格好した時とかはちょっと XL じゃバルトロ物足りなかったので、まあ、XXL 当時あったら良かったなと思うんですけれども、最近はまあ XL でも十分かなって思います。中に結構ねインナーとかそのファッション的にセーター入れたりとかっていうんでしたら、僕ぐらいの体型だったらもしかしたら XL でも腕回りとかきついかもしれないです。結構ねサイズ感に関してはまあ好みですし、そのまあ体の線の細さ太さと変わってくると思うんですけれども、まあ、一応ね172センチ75キロのおじさんがですね来たら、まあ、どんな感じになるか、3サイズ来たらどんな感じになるのかっていうのをね見ていただいてですね、参考になればなと思います。で、今年もね、2022年度版のバルトロ一応買おうかなって思っております。グレーかな?グレー欲しいなと思ってるんで、まあ、そちらの方も買えたらですね、随時動画の方アップしたいと思いますし、まあ、サイズ感ね、年度変わったというとそこまで大きな差ってないと思うんですよ。まあ参考になればというところと、まあ22年分のものもあれば、今度差し込んでまた別途紹介していきたいと思います。で、おそらく11月ぐらいから発売されて、まあ予約してる人とかだったら手元に届くと思うんですけれども、まあまあ、その前にですね、どんなサイズ買おうかなとか、実際欲しいけど、サイズわかんねえから買えねえなとか、っていう人いると思うんですよ。まあその人たちにちょっとでもね、参考になればということで、今回動画の方をアップさせていただきました。はい、こんな感じですね、ノースフェイス動画ちょこちょこ上げていきたいなと思います。他にもね、マウンテンダウンとかマウンテンダウンコートありますので、そちらの方も、機会があれば上げていきたいなと思います。あと動画ね、参考になったよとか、見ててね、なんか興味あったよって方がいたらですね、コメント、高評価、チャンネル登録ですね、こちらの方よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。